モドック軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州の北東隅に位置する軍であり、北はオレゴン州、東はネバダ州との宗教に位置する。2000年国勢調査での人口は9449人だったが、2010年では9686人と2.5%増加した。現在の軍庁所在地はアルトゥラスであり、軍内では 唯一法人化された都市である。以前は、レイクシティやセンタービルに、軍庁所在地があったが、特に、センタービルは現在ゴーストタウンになっている。軍の公式スローガンは、最後の最良の場所及び、西部が今も生きている場所である。モドック軍の領域の大部分は、連邦政府所有地である。アメリカ合衆国森林局、土地管理局。 国立公園局、インディアン問題管理局及び魚類、野生生物管理局などいくつかの連邦政府機関があり、軍経済のかなりの部分を構成し、田園地域にサービスを提供している。モドック軍は、カリフォルニア州で唯一オレゴン州とネバダ州に接する軍であり、合衆国の州に2つ以上接していることでは、州内で2つしかない軍の1つである。もう1つは、 州南部にあるサンバーナーディの軍でネバダ州とアリゾナ州に接している。モドック軍となった地域にヨーロッパ人が訪れる以前はインディアンが住んでいた。クラマス川水源地帯に住んだモドック族は北のオレゴンに住んだクラマス族から分かれた著名部族であり、軍名の元になった。軍内には他にもアチュマウィ族とパイユート族という大きな部族がいた。 この地域を訪れた最初のヨーロッパ人探検家は1846年のアメリカ人探検家ジョンシー・フレモントとその探検隊でありアメリカン川とサクラメント川の合流点に近いサッタートリデを出発したものだった。地域のインディアンはヨーロッパ人による植民地化に激しく抵抗した。1872年から1873年のモドック戦争。 あるいはラバベッズ戦争では、現在ラバベッズ国立保護区となっている、溶岩洞に隠れたかなり小さなモドック族戦士の一体を、勢力では遥かに勝るアメリカ陸軍が捕まえられずに、戦いが長引いた時に、全国的な注目を浴びた。この戦争は、アメリカ政府が、クラマス族からも、ドック族に属する土地を購入したという口実でも、 ドック族をオレゴン州のクラマスインディアン居留地に移動させようとした時に起こった。クラマス族の人々がモドック族は歓迎されないことを明らかにしたためにモドック族の中から居留地を離れる者がいた。キャプテンジャックの同伴者が急戦会議の席でエドワード・キャンビー将軍を射殺したことでキャプテンジャックの要塞を包囲することになった。 インディアンは包囲船に不慣れであり、飢えて弱らされた後には降伏するしかなかった。ウォーナー山脈とサプライズバレー周辺の地形カリフォルニア州の北側宗教、すなわちモドック軍の北側境はメキシコ領だった時から北位42度線とされていたが、整形120度線については信頼できる測量が行われていなかったために北カリフォルニアの東側境会は、 モドック軍が設立される前に論争の対象になった。ユタ順州はシエラネバダ山脈の両線までの支配意見を要求した。当時、ウォーナー山脈はシエラネバダ山脈の一部と考えられていたので、その場合はサプライズバレーまで含まれることになるはずだったが、カリフォルニア州はその要求を跳ねつけた。1856年、ハネーレイクバレーの住人が、 成形120度線がそのバレーの西にあるものだとして、そこを、ユタン州の中に入れ、さらにそこから分離して、ナタクアと呼ばれるン州を作ろうとした。そうするために、四五線がある位置を考えると、ナタクアには、モドック群も含まれることになっていた。1858年、ネバダン州が、現在のカーソンシティをー都にして、ユタン州からの分離に成功し、 成形120度線が1863年に測量されるまでシエラネバダ山脈0両線地帯をその領域とした。1864年にネバダが州に昇格した後、現在のモドック軍がある地域はシャスタ軍の域内とされ、その後1852年にシャスタ軍から分離創設されたシスキュー軍内とされた。モドック軍自体は 1874年2月17日に当時のニュートンブース州知事がカリフォルニア州法に署名した時に形成された。これはサプライズバレーの住人がシスキュー軍東部から新しい軍を創設する働きかけを行った結果だった。軍の住人は軍名を決めるにあたってその頃も ドック族との戦闘で戦死していたエドワード・キャンビー将軍にちなんでつけることを検討した。また、サミットという名前も候補に上ったが、最終的にモドックに落ち着いた。1871年にドリスブリッジ郵便局が開設され、1874年にはこれがドリスビルに改名された。その年にもドック軍が創設された時、 ドリスビルがその中央にあったので軍庁所在地になった。ただし、当時の人口ではアディンとシーダービルの方が大きな町だった。1876年、ドリスビルはスペイン語で、高地を意味するアルトゥラスに改名された。1880年の国勢調査では、アルトゥラスの人口は148人だった。しかし、その後も入植が続き、 1901年9月16日には公式に法人化され、軍内では唯一の法人化都市となった。キャプテンジャックの要塞ミュールジカ1870年代には、軍内の開拓が積極的に始まり、木材、金、農業及び鉄道産業が軍内に開拓者を引きつけた。モドック軍はネバダ州からの開拓者を北のオレゴントレールに誘導する。 ラッセンアップルゲートトレールと、南のカリフォルニアセントラルバレーに誘導する、道の交差点にあった。初期の開拓者の中には、ドリス、ベリー、エセックス、シェアラー、トランボ、フラウアノイ、ポーランダー、キャンベルなどの一族がいた。第二次世界大戦の時、ニューウェルの南、数千エーカーの土地が、日系アメリカ人強制収容所であるトゥールコ戦時、 転住所として使われ、数千人の日系アメリカ人を一時的に収容した。ニューウェルを通るカリフォルニア州道139号線沿いに、歴史標識が建てられている。トゥールコは、隔離施設としては、最大のものだった。2005年11月8日、ダイアン・ファインスタイン上院議員が、この跡地を国定歴史史跡に指定することを、要求した。2008年12月、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が新しく指定する第二次世界大戦太平洋有毛史跡国立記念碑9カ所の一つにこの地を指定した。大陸48州の中では唯一の場所となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は4203平方マイルであり、このうち陸地は3944平方マイル。 水域は259平方マイルで、水域率は6.17%である。人口密度は2.25平方マイルであり、カリフォルニア州で最も低い群の一つになっている。地形的には大変多様である。北西園は、アメリカ合衆国西海岸では、最大の縦上火山であるメデシン国宝地が占めている。ラバベッズ国立保護区が、群北西部にかかっている。 また、西側境には大量のグラス山溶岩流がある。群南西隅は孤立した後期の生態系と、山間渓谷のある火山という特徴がある。群の北半分は、モドック高原であり、標高1マイルの溶岩流、噴石球、西洋ネズ平原、松林及び季節による湖が広がっている。広さ100万エーカーに近いモドック国立の森は、 西のメディッシンココーチから東のワーナー山脈の間の高原にある。この高原にはミュールジカ、ローキーマウンテンウェルク及びエダツの霊用の大きな群れが生息している。クリア湖国立野生生物保護区とロングベル州立動物保護区もこの高原にある。クラマス川に注ぐロスト川の流れは高原の北側の水を集め南側は 盆地の池に集まるか、軍中央部にある大きなビッグ政治貯水池に流れ込み、さらにピット側に注いでいる。この高原の縁の下は、軍最南西隅にあるビッグバレーであり、また軍内を流れるピット側の底を形成する大きなウォームスプリングスバレーである。ピット側の北支流と南支流はアルトラスのすぐ南で合流している。この川は、 南のシャスタ湖に向かう途中で、数多い小さなクリークの水を集め、サクラメント川と合流して、サンフラニシスコ湾に注いでいる。軍の東園には、ウォーナー山脈がある。ピット川の源流はこの山脈にある。多くの鉱山湖が点在し、それらの水すべてが、雪解け水と自然の泉から湧き出たものである。ウォーナー山脈の東は、 サプライズバレーであり、グレートベースンの声援にあたる。モドック群には、温泉や溶岩洞結が多い。地熱エネルギーの利用源もあるが、その実現可能性は、変動要素が強い。モドック群は、生物的に多様なカリフォルニア植物症地域に、入っているので、植物症も多様である。ゲイリーオークや、和尚松など多くの地域固有の樹種が見つかっている。 ジェフリー松やポンデローザ松も数多く見つかっている。さらに、軍東部のイーグルビル、シーダービル、レイクシティ及びフォートビッドウェルの町は、軍南部からオレゴン州との宗教に走るサプライズバレー道路を経由して接続されている。政治ステージは、軍内のオンデマンドサービスを運行している。また、オレゴン州のクラマスフォールズやネバダ州のリノにも行くことができる。 アルトゥラス近くにはアルトゥラス市民空港とカリフォルニアパインズ空港という一般用途空港がある。その他にシーダービル空港、イーグルビル空港、フォートビッドウェル空港及びトゥールレイク市民空港がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モドック軍はカリフォルニア州の軍の中で世帯あたり収入の中央値が一番低い。2005年、 家屋取得価格の中央値が初めて10万ドルを超え、2000年以降では40%の増加率となった。このことは手頃な住宅価格を求めて、州の他の地域から流入した住人の影響が大きかった。その中には他地域で自家を売って利益を出し、ここに移ってきた退職者がいれば、また在宅勤務が可能な者も,もいる。 住宅取得価格の急上昇は地元住人の限られた収入では家を購入できないレベルになっている。モドック軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党の強い地盤であり州内でも最も共和党を強く支持している。大統領選挙で民主党が多数を取ったのは1964年のリンドン B ・ジョンソンが最後だった。 アメリカ合衆国会議員の選挙では、カリフォルニア州第4選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会会議員の選挙では、第2選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙区では、第1選挙区に入っており、これらすべて2010年時点で、共和党議員が務めている。2008年11月4日の大統領選挙では、投票者の67.9%が共和党に、 投票し、州内では最も高い比率で、ジョン・マケインを支持した軍になった。また同日の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の74.2%は、法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するための、カリフォルニア州憲法修正案だった。この賛成率は75.4%で、同率主位だった。 カーン軍とトゥーレアリ軍に次ぐものだった。ありがとうございます。